ムハンマド・アブデル・アジーズは、西サハラの亡命政権であるサハラ・アラブ、民主共和国の政治家。ポリサリオ戦線書記長。1976年より、同国革命指導評議会議長。1982年より、ボススルマで大統領を務めた。1947年8月17日、モロッコのマラケシュで生まれる。その後、西サハラ・モーリタニア、南部。 モロッコなどに移り住む。父親は王立サハラ問題諮問評議会メンバー。1970年代にモロッコの大学に通い、1973年に西サハラ住民により結成されたポリサリオ戦線に加わる。1976年8月30日にサハラアラブ民主共和国の革命指導評議会議長となる。その後、同国の憲法総案者となり、 憲法を初施行したた年より役職名が大統領に変更されたアブデルアジーズはアルジェリアのティンドゥフの難民キャンプにサハラアラブ民主共和国政府の本部を置きそこで政治活動を取り仕切った闘病生活の末に大統領在任中のまま2016年5月31日に68歳で死去アブデルアジーズが サハラアラブ民主共和国元首に就任以後、国家第一に政策を推し進めていた。また、サハラアラブ民主共和国の社会体制を自由民主主義に転換し、従来のアラブ諸国の社会体制から大きく転換している。これにより、アメリカ合衆国やヨーロッパ連合からの評価は比較的高い。また、モロッコ側と協議するなど、西サハラ問題に積極的に取り組んだ。 ソクロウィース、オフィシャルズ、ペイトリビュートツーウエスタン、サハラリーダー。ロイター。https、HT www.loiter.com、アーティクル、アスアルジェリア、ウェスターンセハラ、ソクロウィース、オフィシャルズ、ペイトリビュートツーウェスタン、サハラリーダー、アイダスコーシアンレイユークレイキュー、X2018 年2月14日閲覧。ありがとうございます。